国立産業技術史博物館は万博記念公園に建設予定であった博物館、略称産博。国立産業技術史博物館は日本の産業技術の歴史に関する資料を展示、保存することを目的に1970年代から計画された。建設予定地は万博記念公園で国立産業技術史博物館に収蔵予定であった資料は日本万国博覧会開催当時パビリオンとして使われていた鉄鋼館に保管されていた。しかし財政難などの理由により計画は頓挫し、2009年3月23日には鉄鋼館に保存されていた産業機械23000点の資料は一部を除き、すべて廃棄された。技術大国日本の貴重な歴史資料の大量破棄は世間の注目を集めることはなかった。構想が持ち上がった背景には、1970年頃から日本製品が輸出されるようになり、日本の工業化について世界的に関心が高まったことがある。1972年に大阪府文化振興研究会が産業博物館の設置を提唱。1978年には京都大学教授の吉田光国らが中心となり、産業史博物館を考える会が設置され、大阪商工会議所と博物館構想についての議論を開始する。翌1979年、大阪府は文部省に対して国立産業技術史博物館設置を要請し、1982年には資料を収蔵する場所を万博記念公園内に用意した。同年大阪商工会議所によって大阪の産業記念物に関する調査研究及び博物館構想という報告書が発刊された。1984年4月、大阪工業会は創立70年を記念して博物館の開設のために産業技術史博物館推進専門委員会を設置し、また同年7月には吉田光国を会長とする日本産業技術史学会を設立し、大阪の産業界、学会を中心に産業技術史博物館構想に関する関心が高まった。一方、大阪工業会は全国の産業技術記念物の調査を進め、1985年の中間報告によれば、日本初と言われる輸入機械148件、国産機械116件、また、江戸時代から明治時代にかけての貴重な遺産が国内に数多く残されていることが判明。また、大阪工業会はイギリス、ドイツ、オランダなどの技術史博物館の視察も行い、先進国で技術史博物館がないのは日本だけとの見解を明らかにした。1986年4月には大阪工業会、日本産業技術史学会、大阪府などを中心に産学官16名からなる国立産業技術史博物館誘致促進協議会が発足し、博物館の誘致活動の中心となる。1988年11月には国立産業技術史博物館構想が発表された。この構想では研究所と博物館の両機能を有機的に結合させ、国立民族学博物館と同様に国立大学共同利用機関として設立されることが提案されている。1990年代に入りバブル崩壊による財政難などの理由により博物館の計画は行き詰まる。さらに1991年には博物館計画の中心人物であった吉田光国が死去。財政難のため、やがて大阪府内部からも博物館計画に対し批判の声が出るようになり、1997年には、誘致促進協議会は事実上活動停止し、博物館の誘致活動自体も停止。資料は、万博記念公園内の国立国際美術館の建物に併設されていた、旧三越食堂に保存されていたが、老朽化のため2004年に解体された。そのため資料は、公園内にある鉄鋼館に移された。ところが、鉄鋼館は大阪万博の資料館、エキスポ70パビリオンとして改修されることが決定され、そのため保管されている資料は他の場所へ移転する必要があった。しかし、移転するには1000万円の費用が必要になり、大阪府は財政難のため保管費用を賄えず、誘致促進協議会は2009年3月6日に集められていた2万数千点余りの資料の廃棄処分を決定し、3月末に協議会は解散することになった。廃棄された資料の一部は、江戸明治の産業機械情報をまとめた個人サイト、幻の国立産業技術史博物館で見ることができる。このサイトを主催する雑誌編集者の探検コムは、ネットで大阪のローカルな記事を見つけて、興味を持ち、仕事で取材。資料の廃棄現場に立ち会って写真を撮影した。撮影した写真は、本業の記事であまり使うことができず、もったいないと思いデジタル記録として自分のサイトに掲載したという。探検コムは2009年3月予算難のために2万3000点以上の資料すべて廃棄処分になってしまいました。いくらなんでもひどすぎる、そう思い、なんとか記録を残そうと思い立ったのです。これまで僕が書いてきた産業遺産に関する原稿を転載していき、最終的には日本最大の産業技術史博物館を目指すことにしますと述べている。ABC 古田祐介の顔の見えるインターネット第93回探検コムの広く浅くが深すぎる。2011年5月11日ASCII.jp 幻の国立産業技術史博物館。国立産業技術史博物館について幻の国立産業技術史博物館世界の産業技術史を扱った博物館。ありがとうございます。